皆さんこんにちは。今日はオレンジメイクをやってみました。この間のメイベリンのリップレビューの時のメイクです。はい、こんな感じ。あの時はちょっと濃いめのオレンジメイクをしていて、若干ね囲んでたんですよ、オレンジで。で、少し眉毛を変えたりとか、ちょっと雰囲気変えてたら、このメイク動画になりますかっていうコメントをいただいたので、今回ちょっと再現をしてみました。で、本当にこのリップが気に入ったので、めっちゃ試してほしいです。このリップ本当可愛くないですか？色味が。本当に感動してる。夏もね、結構使うと思うんですけど、毎日取り入れちゃうかもしれない。ということで、気になった方はぜひ最後まで見てみてください。それでは、スタート。はい、まず最初にこちらを使います。これ新しいのです。今日からね新しいの使います。前回普通にメイクしてる時になくなりました。あ、前髪を留めるの忘れた。今日はちょっとセンター分けなのでこっちだけ留めよう。で、今日はラ・ロシェポゼの UV イデア XL のプロテクショントーンアップを使っていきます。D プログラムのアレルバリアクリームをね使ってるんですけど、最近ねやっぱ日差しが強く感じるのでこちらを使ったりしてます。これねあんまりたくさんつけすぎない方がいいんですけど、ちょっとツヤっぽくしたいのである程度つけます。多かったらティッシュで拭き取ったりすればいいので。で、手に余ったのはこういう首のところとかも塗ってます。すぐね日焼けしちゃうので余ったら塗るようにしてます。はい、こんな感じでトーンアップしてツヤツヤになるんですよ。 SPF とかも高いのですごく気に入ってます。で、今日はねファンデーションは久しぶりにこちらを使います。エトボスのミネラルフローレスリキッドファンデーションのナチュラルベージュ。これもねすごくいいんですよ。なんかツヤっぽくなる。最近はね割とツヤ肌っていうかナチュラルなツヤ肌にハマってますね。結構マットすぎるとまだちょっと乾燥したりとかするし、こう割れやすいかなと思って、ちょっとツヤ肌を最近は意識してるかも。で、これをちょっと手で伸ばしてからスポンジで伸ばそうかなと思います。なんかね香りが結構しっかりあるというか、精油っぽい香りがねするんですよ。だからすごいいい香り。ちょっとね雑なんですけど伸ばしたのでスポンジで伸ばします。はい、こんな感じです。結構ナチュラルだけどしっかりツヤがありますよね。トゥルンとした感じで。クマのところとかはまだ気になるのでコンシーラーを使います。今日はバントルテを使います。もうないから指でこう取ってトントンつけていきます。で、パウダーはこちらです。ベブロンのルースフィニッシングパウダーの100番のライト。これはなんかねマットすぎないんだけどしっかりフィットしてくれるので、割と普段に使いやすいかなと思います。結構ケイトのパウダーとか気に入って使ってるんですけど、あれと色味とかは似てるけど、こっちの方がこうマットではないのでこの時期でも使いやすいかもしれない。結構ケイトの方は夏にねすごいいいんですよ。これもね夏も使えるけど普段使いにいいかもしれないです。はい、ベースメイクはこんな感じです。ナチュラルなツヤがあってちょっとテカってきてもテッカテカにならなくて綺麗なツヤに変えてくれるので、これぐらいのツヤ肌が最近のマイブームです。
で、眉毛はマックを使います。このウェッジとエスプレッソを混ぜて使ってます。で、この間のメイクはちょっとね、平行っぽくなるように引いたんですよね。眉山をあんまり作らないような感じにしてました。ちょっとやっとここからおしゃべりができるような感じなんですけど、最近ね、やっと海外コスメとかを厳選して発注しました。前にセフォラ購入品とかで買おうかなって思ってるものがあるとか言って、ちょっと気長にお待ちくださいとか言って言ってたと思うんですけど、やっとね、購入したんですよ。で、実はね、セフォラ自体はもう到着してます。なんだけど、今回はね、違うサイトでも購入したので、一緒に比較もしながら紹介しようかなと思って、それ待ちです。今それが結構最近頼んだので、届いたら全部まとめて紹介しようかなって思ってます。もうね、買うって言ってからなんなら2ヶ月弱ぐらい経ってると思う。ほんとひどいですよね。もっと早く買えなかったのかと思うんですけど、ちょっといろいろハプニングがあって買えませんでした。まあ、そこはね、購入品でお伝えするんですけど、タイミングが合わなくて買えなかったですね。全部日本にいながらネットで買えるので、どの商品を買うときにどのサイトがいいかとかも紹介できたらなと思います。ちょっと整えます。眉頭は薄くなるようにしてましたね。で、マスカラはまだこれ使ってました。もう前回でいいかなと思ったんだけど、いや、まだ使えるかなとか思って使ったけど、本当にもう月が薄くなってるので、これはもう今月でお疲れ様をしようと思います。そしたらさっきのこっちのウェッジでノーズシャドウを入れます。で、アイシャドウはこちらです。ディオールのサンククルールの786番テラ。まずこのオレンジを使います。これをね、まず二重幅に塗ります。最近なんかこの色で囲むのが好きなんですよね。結構はっきりしたオレンジなので、すごい使いやすい。囲むような感じで乗せてみました。で、そしたらこっちの濃い方をまたブラシに取って、この目尻のところにつけます。これだけだとちょっとおかしいことになってるけど、とりあえずこれで OK。で、そしたらブラシを変えて、ここの薄いピンクをね、使っていきます。なんか前はここのゴールドでぼかしたと思うんですけど、今日はピンクを使います。境目っていうよりかはちょっとオレンジに重なるような感じで、ここ全体をぼかします。ピンクでぼかしてもツヤがすごい綺麗なので、オレンジを上の方でぼかすっていうのにちょっとハマりだしてます。で、とりあえずビューラーをします。で、アイライナーはね、ケイトを使います。これもね、ほんと最近好きです。で、これでインラインと内側も少し長く引いて少し跳ね上げます。ほんとにこれが描きやすいんですよ。何の力もいらない。で、黒目の下にも軽く引きます。で、マスカラをします。はい、こんな感じのアイメイクです。激しくなりすぎないけど、ちょっといつもより濃い感じがして、このオレンジを使ったメイクね、割と最近好きでやってます。で、ブロンザーはこちらを使います。この間買ったばっかなんですけど、このマックのね、大理石柄のやつを使います。
で、チークは MIMC のブレッシングを使います。コーラル系のやつです。なんかね、最近洋服とかのお買い物をしてるから、そろそろファッション系をやった方がいいかなと思ってるんですけど、どうですかね。夏服とかね、そろそろコーディネートしてみようかな。なんかまだ暑い日と寒い日の差がすごすぎて、ほんとね、毎日何着ていいかわかんないんですよね。で、すぐ暑くなったりとかするから、羽織物とかもあんまりなくて、ほんと毎日困ってる。何を着たらいいのかとか、何を買えばいいのかとかもね、すごい悩んじゃう。で、ハイライトはこちらです。で、これがね、ちょっとピンクっぽいところとゴールドっぽいところに私のは分かれてるので、これを混ぜて使います。で、結構ね、今夏コスメとかが発売されてきてるから、欲しいものが多くて本当に困る。やっぱ夏コスメって可愛いじゃないですか。ついつい買いたくなっちゃうんですよね。この MAC のこの大理石シリーズは本当に可愛いから、見た目も。これは即買いしました。あと、なんか新しいリップとかも出てるんですけど、それはちょっと今ね迷ってるんですよね。ティントですごい使いやすそうだからいいなって思うんですけど、これ買ったばっかりだしどうしようかなと思ってて、でミニリップがね出てたから、それもいいなって思ってる。で、このゴールドのところを鼻につけます。なんかピンクのやつもね一緒につけると結構はっきりした色になっちゃうから、ゴールドだけにしてます。はい、ということで、お待ちかねのこちらです。この間のリップレビューで最後につけた色の210番なんですけど、結構これを可愛いって言ってくれる方が多くて、コメントの中ではね一番人気でした。オレンジっぽい、ベージュっぽい、ピーチっぽい感じがねめっちゃ可愛いですよね。私も気に入ってます。で、この間はあのリップクリームなしで塗ったんですけど、今軽くリップクリームは塗ってある状態です。はい、こんな感じの色、めっちゃ可愛い。これは絶対に夏に使えるし、普段にも絶対使えるので本当におすすめで、最後もねまた D プログラムをつけます。うん、かけすぎた、近すぎたかな。なんかいつもの少ない感覚でやったら、もうすごい今ここを濡れてる、つけすぎた。はい、メイク完成しました。こんな感じです。あのレビューの時はちょっとオレンジメイクがしたいなと思って、このディオールを使ってメイクをしていたんですけど、本当にこのねリップとめっちゃ相性が良くて、自分でもね気に入ってました。今回ちょっと眉毛を柔らかめにしたんですよ。色も薄くしたし、眉山をあんまりはっきりしないでちょっとアーチになるような感じにしたので、ちょっと雰囲気が違ったのかなと思います。で、なんといっても本当にこのリップがめっちゃ可愛いので、試してみてほしいなって思います。多分これはね、私かなりお気に入りのカラーになっております。本当におすすめ。ということで、このメイクもぜひやってみてください。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。